はいどうも、フィッシュでーす。徳島県の県立高校で調理実習の際、食用コオロギの粉末を使った料理を希望者が試食したことに対して、ネットユーザーが子供にゲテモノを食わすな、トラウマになって昆虫食が苦手になる子が多くなるなどの批判が出て、高校にはクレームが殺到したらしい。希望者だけだし強制ではないから、そこまでブチギレ案件ではないと思うんだけど、みんなコオロギ最近うるさくね？どう思う？スーパーでもこれ見よがしにコオロギせんべい食べてみってポップ貼ってあるけど、無視してスーンって横切るだけの僕。将来の食料不足、食料危機に対して今から準備をしておく。そのためにコオロギ食を進めたい、広めたい、推し進めたい。これはわかる、わかるよ。でも珍しいっしょ、コオロギの粉末が入った食べ物だよ。引きが弱くない？コオロギが実はめちゃくちゃうまいんだよとか、コオロギの唐揚げ、鶏の唐揚げよりもうまいよとか、そういう歌い文句で勧められたら一度は食べてみたいかなって思うかもしれないけど、今の勧め方って食料危機になるかもしれないから今のうちにコオロギに慣れとけ食べろって感じでしょ。僕それじゃ食べないよ。みんなが食べたいと思って欲しがるようにならないとコオロギ食ブームは来ないと思うから、今の推し勧め方だとブームは来ないよね。そういえばさ、みんなさ、大豆ミートって食べた？僕流行りそうって時期に買って食べたんですけど、本当に忖度なしで言いますね、マジで超ウルトラクッソまずかった。香ばしい香りがする湿った段ボールだった。テレビで芸能人が大豆肉食べて、ほぼ肉ですね、嘘つけよバカ、これが大豆肉だとは思いませんよ、舌取り替えろボケって思ったわけ。もちろん僕が大豆肉との相性が悪かったり、僕が食べた大豆肉がまずかっただけなのかもしれないけど、もう僕は買うことはないと思います。それぐらいまずかったです。何度も言ってごめんね、大豆ミートの会社さんたち。今は美味しくなっていることを本当に心から期待しています。話を戻します。コオロギ食に正義なんかないと、あのホリエモンこと堀江貴文さんも言っています。海の生態系のトップであるクジラを間引いた方が魚を食い荒らされなくて済む。食糧難対策には他にすべきことがたくさんあり、優先順位が低すぎる。これはその通り。コオロギ食の優先順位めちゃめちゃ低いからね。日本が国としてできる食糧難対策、僕が考えたのは5つ。1、食糧自給率の向上。日本の食糧自給率は低いんです。しかも依存度が高いから、まず国内での食糧生産を増やして自給率を上げることが重要。2、食品ロスの削減。日本では食品ロスが年間約600万トンも発生しています。600万トンだよみんな。食事残しすぎ、捨てすぎ、廃棄しすぎ。この量を減らすことで食料自給率の向上につながる。さらに環境保護にも貢献できる。今日の僕、かっこよくない？3、食料の安定供給。自然災害や気候変動などの影響によって食料の供給が不安定になることがある。だから災害時にも食料を供給できるようにストックの確保や生産体制の整備が必要なんだ。4、食料の品質安全性の確保。食料には安全性が求められている。特に日本はそうだよね。農薬や化学肥料の使用を制限して適切な管理下で生産された食料を供給することが必要なんだ。農薬たっぷり野菜とか嫌だもんね。5、食文化の維持と発展。日本には多様な食文化がある。これらの文化を守って発展させることで食料の多様性や栄養バランスの確保につながっていくんだ。コオロギ食に飛びつく前に目の前の食料を廃棄するなと思う西中でした。また次もさ、見てくれよな。